2013年12月2日ソウル市役所に来ています。今日はですね、アマーク世界コミュニティラジオ放送連盟のアジア太平洋地域大会が開催されています。そしてこのアマークっていうのは何なのかということでちょっと話を伺いたいと思います。日本からの参加者です。そして、このアマークの第1回の大会からずっと参加されているですね、松浦哲夫さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。そして FMYY の日比野純一さんです。こんにちは、日比野純一です。よろしくお願いします。このアマークっていうのはどういうものなんですか？どういう組織？これはそうですね、NGO なんですね。カナダのモントリオールに本部がある NGO で、出来上がったのは一応1983年、だ今年が30周年の年になります。でそのアマークの今回はアジア太平洋地域大会ということで、アジア各国、またアジア太平洋地域に限らず、世界中からですね、いろんな国の方が200名以上ですか、来ていますね。25カ国ぐらいですかね、来てるということなんですけども、これはどんな大会なのか、まず1回目から参加されているんですよね。そうですね、1回目は、ジャカルタインドネシアであったんです。はい、それに参加しました。2005年。これは松浦さんどうやって知ったんですか？その時日本人で一人参加者だったということですけど。これはですね、僕がたまたまコミュニティラジオっていうのを英語で検索した時にアマークのウェブサイトが出てきまして、はい、それが2004年だったんです。はい、それで、私が当時勤めていたラジオカフェがメンバーになりまして、はい、それでこの大会が開催されるっていうのを知りました。うわ、そういうことだったんですか。じゃあそこから日本人も参加初で、それをこの大会があることを知って、第2回が、2010年のインド、ここは何人行かれたんですか？何人だろう、10人ぐらい、10人ぐらい、FMI は多かったんですけどね、その時10人ぐらい来ましたね。そして3回目の今年が韓国での開催ということで、今年は11人ですね、全部で一番多いんじゃないですか、今までで。で多様な参加者が、来てますね。日本からも報告があるということですが、明日はどんなセッションをやる予定なんですか？そう今回ね、日本のメンバーいろんな人たちがいろんなセッションで報告をして、で東北の災害 FM 局で活動している人たちが2人来てますし、でその経験伝えたりだとか、あと難民ナウの相田さんも発表したりだとか、金山さんも、あるセッションのコーディネーターをしたりだとか、本当にいろんな人たちがいろんな形でアマークのこの大会にこう関わってて、哲夫さんが第1回は1人だったね、それから考えれば11倍 でさらにいろんな多様な形でこの大会をこう盛り上げて日本の経験を伝えようとしてるっていうのはすごいな、なんか時代の流れを感じますね。今回大きかったのはやっぱり日比野さんがこの大会全体のプログラム作りに大きく関わられたというか、関わりを要請されたということなんですよね。はい、それでいろんな日本からの参加者が全体会議であるとか、ワークショップであるとか、そういった場で発言を、する機会を、与えられたというよりは、それも求められたという形ですね。ではそのセッションもいよいよ明日始まるということで、また明日のリポートは明日したいと思います。ありがとうございました。